おはようございます。さあ始まりましたハートビートラジオ、本日は斉藤栄一と米山瑞希でお送りいたします。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、はい、みんなで作っていくラジオとなっております。みんなで作りましょう。さあ今日のラジオはですね、普通お高い普通のお便りですね、はいはい、お便りをですねリスナーの皆様からたくさんいただいてますので、本日はどんどん読んでいきたいと思っておりますが、話が脱線したら3通しか読みませんけれども話が脱線ごめんごめん、もういきなり前提ですね、自らもうなんか脱線させようとしてますけども ね、まずは、はい、メッセージフォームの方にね、お寄せいただいたものから、読ませていただきたいと思います。はい、それでは早速、はい、ラジオネームガツン系太鼓内さんより、鼓動の皆様こんにちは。こんにちは。いつも楽しくハートビートラジオを聞かせていただいてます。ありがとうございます。先日大河原でのわらべのステージ見させていただきました。宮城ですね。そうですね、はい、感動鳥肌の連続でした。そんなありがとう。たくさんの演目の中である曲でふと思ったことがありました。はい、ある曲、スチールドラムを演奏している栄一さん、楽しそうに演奏しているなと思いながら聞いていました、はいはい、途中からその楽しそうに演奏している栄一さんの姿が何かに似ているなとしばらく考えて気づきました。スチールドラムって言うとハエですよね。そうです ね、スチールドラムと琴の、ね、はいはいはい、あと笛が入ってくる曲ですけども、はい、何でしょう。頭にねじり鉢巻きをして、はい、手慣れた手さばきで、はい、屋台でたこ焼きを焼いているおっちゃんに似ていると。あーなるほど、はい、気づいてからは栄一さんがそれにしか見えなくなりました。栄一さんこれからも演奏頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。あそういう風に見えました。たこ焼きのおじさんに見えた。いやらしいですね。あすごい、あのねこれはね演出からね、はい、あのハエやるときはねたこ焼き屋のおじさんのつもりでやってくださいっていう風に言われてたんで、それはねバッチリ伝わってますね。そうなんですか。はい。いやそんなわけないですよ。そんなわけないです。もうちょっとあのガツン系太鼓内さん、ちょっとね演奏に集中してください。そうですね、ハエの雰囲気とは違いますね。あの沖縄音階の素敵な、ね、あの曲ですよ。あの山口元文さんのですね素敵な曲ですからね。あのたこ焼きは思い出さない、せめてクレープにしてください。はい、クレープは OK ですね。クレープはギリギリ、あのあチョコバナナクレープねをあのちょっとイメージしていただけるともう少しねあの南国風な香りがすると思うんですけどもね。ちょっとソースじゃないですね、これはね。たこ焼きはそうですね、はい、まあそんな感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では、続けて読まさせていただきますね、はい、ラジオネームミノカンさんより、いつもありがとうございます。ありがとうございます。皆様鼓動ツアーノイズム鼓動鬼ツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。鬼名古屋公演伺いました。ありがとうございます。異色なものなのに不思議な一体感のステージで感動しました。はい、異色だったの。まあダンスとかね、まあ、そうですね、はい、これからは、EC に向けての準備でしょうか。あこれ EC 前にいただいたんですね、はい、ありがとうございます。お体に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあもう EC 終わっちゃったんですけども ね、はい、瑞希はこの鬼ツアー行ったんだよね。そうですね、鬼ツアーについてこの新潟のノイズムさんと一緒に、はい、まあ、主にコンテンポラリーダンスの方たち、はい、そうですよね、一緒にやらせていただいて、新潟を代表する、はい、ね、ダンサーの皆さんですけども、どうでしたか。そうですね、今回は鼓動の曲ではなく、はい、あの原田恵子さんという方がやってくださった、はい、あの作曲、はい、してくださったんですけど、はいはいはい、まあ、とても難しくて難しそうだったね。僕もあの、はい、ちょっと稽古風景をね覗かしてもらったんですけども、みんなもう譜面から目離さなかったもんね。そうなんですよ、普段なんですか、はい、鼓動のそういう意味ではなんかこうグルーヴだったり、はい、なんかそういう感じじゃなくて、はいはいはい、なんかその
一発一発の音、あ、なんか心の叫びみたいな感じ。そうですね、だからすごいその譜面ももちろん難しいんですけど、うん、その一つのまあ太鼓だったり、みんなそれぞれ太鼓だけじゃなくてすごい忙しかったんですけど、あ、なんか一人いろんな楽器やってたよね、部屋になってて一人一人、はいはいはい、なんで結構そこら辺がすごい大変だったんですけど、あ、なんかでもとっても勉強になりました。はい、本当勉強になったよね。でもそれでなんかね、不思議な一体感のステージ感動しましたって書いてくれてるから伝わってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なんか長々話したけどまだ始まってなかったね。まだ始まってないんです。始まってないんですね、はい、さあそれでは参りましょう。ハートビートラジオ。さあではですね、ここからが、はい、何ですか、皆さんからのお便りですね。そうですね、それを読んでいくということなんですけど、どれにしようかな、はい、ちょっと待ってね、はい、どっか行っちゃったよ皆さんからの、よいしょ、はい、ありました、たくさんいただいてますね。あれこれね、僕ねスマホのね画面がねちっちゃいんですね、ね、見えない、ちっちゃいっていうよりもね、今ね変なとこ押してね、どっか行っちゃったの。あ、出てきた。はい、これですね。ピヨ。あ、字が小さい。ちょっとじゃあいろいろたくさん、ね、本当皆さんありがとうございます。はい、たくさんのコメントいただいておりますけども、ちょっとじゃあとりあえずこれ行ってみようかな。はい、いいですか、もう勝手に。どうぞどうぞ。はい。ストライドの時の担ぎ桶は普通の担ぎ桶ですか、はい、という質問が来てます。そうですね、ストライドは、はい、ストライドって演奏演目演目ですね、の時はちょっと普通の担ぎ桶よりは口径がちょっとちっちゃくて、はいはいはい、で表面は馬側なんですね。馬側なのね、はい、で、あのなんか甲高い音が竹鉢で叩くんで、そういうあれは主に女子の演目、あ、でも男もやってんのか。そうですね、ストライド、ストライド、うん、結構でも女の子メインで、まあ、最近はでも女性が真ん中で、ね、ね、男性がとかですね、はいはい、はい、そうですね、だからあの胴の、まあ、桶胴、担ぎ桶と同じ形はしてるんですけども、その桶の口径が小さいので、小さめなので、はい、うんうん、あの普通の桶よりも甲高い音がするんですよ ね、 そうですね、はい、で、あの竹鉢で、あの、まあ、そういう意味ではあの太鼓を叩く、先っちょで叩くっていうよりもなんかペンペンっていうなんか、ね、リムショット、リムショットですね、そっち系の音で叩くんですけども、はいはい、形は、見た目は似てますけども、ちょっと口径が違うということですね、はい、はい、そんな感じでございます。あ、ごめん、マイク叩いちゃって今大丈夫かな。はい、他なんか水木の方でなんか読みたいやつあります？じゃあ、はい、大学から太鼓を始め、はい、1年半経った今、はい、太鼓が大好きで仕方ありません。いいですね。鼓動とはどんな場所ですか？鼓動とはどんな場所ですか？どんな場所ですかね。一言で言ったらもう太鼓のパラダイスですよ太鼓好きが集まった。太鼓好きなのかどうか分かんないけども、あ、そうですね、太鼓を生業としてる人たちが ね、わーって集まってきてご飯を食べている。そうそうそう、っていうかね、あのパラダイスって言ったのは本当に冗談半分でもやっぱり本当なんですけどもね、はい、まず太鼓の練習ってあの1年半やられたらね、あの悩むと思うんですけど、練習場所ですよ。そうですよね、まあここはね佐渡っていう、もう佐渡っていう のまたね小木半島の山の中っていうのもあって、はい、あのそういう意味ではね、まあ、やっぱり遠鳴りするから ね、あの聞こえてるとは思うんですけども、一般の街中よりは、思いっきり、そして夜も結構叩けます ね、はい、やっぱ都会だとスタジオ借りたりとか、そう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 、大変ですよね、防音が ね、やっぱりそういうところが。で一応ね鼓動のもう建物なので、はい、まあ、鼓動のメンバーである限りはタダで、うん、そうです ね、 ね、場所が空いてればいつでも叩けるもんね、はい、まあ、そういったところですね。本当にみんな太鼓、まあ、音楽好き、太鼓好き、それから踊りが好き、はい、歌が好きっていう、うんうん、まあ、こういう太鼓を中心に、まあ、何か、ね、音楽を奏でて、それで世界中回りたい人たちっていうのが、まあ、集まってる、本当に、まあ、一言で言ったら太鼓のパラダイスですね、はい、素敵です。大学で初めて1年半でしょ、うん、
と言ったら、ね、卒業したら来ちゃえばいいんじゃないの。そうですね、コードをどうですか、ぜひ。どうですか、はい、お待ちしてますよ。お待ちしてます、ね、はい、ありがとうございます。さあでは次、はい、一つあった。どれですか。バナナおじさんは三宅とか秩父とか叩けますか、はい、いつか見てみたいです。あ、もうこれはこれあのね、まあ、バナナおじさん、まあ、僕は斉藤栄一ですからそうです、ね、関係ないんですけど、バナナおじさんはどうなんですかね。やってたんですよ。いや、バナナおじさん言っときますけどもね、三宅も屋台林も舞台でもうバリバリやってたんですよ。大太鼓もやってらっしゃいましたよ、バナナおじさん。はい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 。ですから、まあ、もう最近はねやられてないみたいですけども、はい、はい、あの20年前はね、まだお腹も出てなくて筋肉もしっかりあってね、あのやってらっしゃいましたよ、はい、バナナおじさん、ね、あの昔のこうなんか あれだ、あの DVD とかね。そうですね、アクロポリスとか、あとサドエでも三宅やってた、うんうん、ソロじゃないけどね、まあ、そういうのもあるので、はい、あ、その時屋台林もやってましたよ、ね、DVD ぜひお買い求めくださいそこで見られますよ、はい、はい、じゃあどんどんいきますね、はい、挫折した時の立ち直り方を教えてください。うん、なんですかね、挫折した時の挫折、俺は挫折があるのか、どうなんですかね、どうなんだろうね、挫折、まあね、挫折っていうと多分申し訳ない、僕本当に挫折っていうことをしたことがあるのかもしれないけど、うんうんうん、まあ悪いけどなんか頑張る、まあ気合で、まあなんだろうね、でも挫折っていうのはおそらくなんだろう、半分ね夢を見失っちゃってるかもしれない。あ、そうですね、うん、うんうんうん、だって夢に向かって今進んでいるわけだから、うまくいくこともあればうまくいかないこともありますよ、うんうん、それのうまくいくことだけ見てるときは、うん、なんかね調子乗ってるとき、うんうん、でもやっぱり夢に向かって進んでいくときっていうのは何かいろいろアクシデントもあるわけだから、うんうん、その夢がしっかり見えていれば挫折っていうことでね悩まなくていいと思いますよ。そうですね、うん、確かに確かに、そうだってうまくねこの曲うまくいかないっていうんだったら稽古すればいい、はいはいはい、いっぱい稽古してできるまでやるから次に行けるんだよね、うんうんうん、で何度もやってもできないんですってのはそれ挫折じゃないですよ、うんうん、稽古不足って言うんですよね、うん、厳しい厳しいね今日は斉藤さん厳しい、バナナおじさんだったらここに面白い入れるんだけどねすいませんね、まあ、そんな感じだと思いますよ。挫折 しそうになったらですね、もう一回その自分の夢を思い起こしてください。そうです ね、それが一番いいことだと思いますよ、はい、はい、あのね、さっきから俺ね眼鏡をつけたり外したり忙しい次はあ、これじゃあちょこっと読んじゃおうかな。いつも素晴らしい演奏ありがとうございます。今日誕生日なんです。あら、お祝いのメッセージが欲しいですって、これは8月の28日にいただいてますね、はい、ただこれ録音してるのがもう8月30日なので、はい、もう違うので、メッセージあげませんいやいやいや、尖ってる、いやいやいや、尖ってるな、なんかちょっと、もう A 君ダメだね今日ね、いやバナナおじさんじゃないから、そうですね、でもあの28日だったですけども、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。良い1年にしてください。誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます。ちょっとはフォローできたかなこれで。大丈夫だと思います。ていうかこのペースでやってて大丈夫、これもういっぱいあるけどね。そうですね、すごいね。じゃあどんどん行きましょうか。はい、お願いします。好きなやつでいいですよ。じゃあ女性メンバー、はい、今回の EC のあの宮城さんにポーっとなってる人はいませんか。おお、まあ、かっこよかったですね、あのギターね。えだってあれは別に女性じゃなくてもポーッとするでしょ。そうですよね、うん、いや本当かっこよかったもん。いやかっこよかったです、ね、あの雨ね、やむしね、はい、やめ2日目ね。だって鼓動の絵の時はもう本当に中止になるかどうかっていう、いやもう本当ギリギリでしたもんね。心折れそうになってたもんね。風も強かし、はい、これちょっと無理なんじゃない、危ないんじゃないって言ってびっちょびちょになって、そしたら宮城さんの時晴れたもんね。晴れてましたね。星出てたもんね。本当に、
すごかった。それはみんなポーッとなりますわ。女性メンバーに限りません、ね、はい、限りません、はい、そんな感じですね、はい、あ、いいの見つけた。米山さんの大太鼓をいつか見たいです。女性はダメってことはないですよね、というのがありますね。そうですね、女性はダメってことはないです、はい、ちなみに水木大太鼓やったよね。そうですね、40周年の命でモノプリですかね、はい、モノプリの時の大太鼓はここにいる米山水木が大太鼓やったんですよ、はい、すごい緊張しました ね、はい、あれはね。なのでいつやるか分かんないから、やっぱりね、毎回見に来てください皆さん。そうです ね、実はやっていたんです よ、はい、よ、そんな感じですね、はい、はい、さあそれでは、はい、だんだんと次に行きましょうか、はい、次行きますか、はい、ここでそれでは今日の一曲に行きましょう。はい、今日の一曲、はい、メッセージフォームでリクエストがありましたのでご紹介します、はいはい、ラジオネーム鼓動大好きリペアマンさんより、ありがとうございます。わらべ公演3回見に行きました。今回のプログラム本当に最高です、うん、個人的にインパクトを受けたのは声です。はい、1曲目ですね。そうですね、はい、実際に金鶴流柳川獅子踊りを YouTube で見てみると鼓動の皆様の研究心の高さが伺えました、はい、わらべ公演もう1回見に行くので楽しみにしています。リクエストで声をお願いします。はい、素晴らしい、3回見に来てるんだね。3回すごいですね、はい、さあ、それでは早速行きましょうか。はい、それでは鼓動トゥモローより声です。しておりますけどもね、はい、もう時間もなくなってきちゃったんでね、全部ちゃんと聞きたい方は CD 買っていただければと思います。販売しています。これ配信でもね、聞けますからね、はい、そんな感じでございます。さあどんどん行きましょう。もうちょっとなんか前半ね、くだらない脱線話をしていたらどんどん時間が押しちゃいますね。次の、はい、ではそれではコメントいきましょうか、ね、はい、アースで吉和さんの姿が見れなかったのが残念でしたが、うん、お元気ですか。お元気ですよ。変わらず、はい、変わらず元気ですよ。命燃やして太鼓叩いてます。叩いておりますよ。はい、はい、ね、まあ、次回はまたね、出ていただきたいと思いますけどもね、はい、はい、さあでは次はですね、じゃあ私いいですか。いいですよ。焦燥を見に行った時に、はい、栄一さんのブースにかっこいいとマダムが群がっておりました。おブースで盛り上がるだけじゃなくて栄一ちゃんの時に来てください。
はい、ね、そしたらね、まああのまあ、今はあれかな、た、ね、食事行くってことできないけどね、もうちょっと ね、 ね、 あのあれですね、世の中が落ち着いたら、はい、今度はぜひみんなで盛り上がりましょうね、しょう、はい、お待ちしておりますよ、はいはい、では次、あ、ちょっとこれいい、古道の黄色い T シャツ欲しいな、バナナ柄でもいいなって、これはね僕が思ってますよ。あの、えいちゃん、あ、でもありません、あの古道のあれはありますか、そう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 、黄色 の、 あのもう黄色はもうあの大体あのなんていうの、とりあえず試しに作ってみたりとかあんのね、そういうの全部僕があの、あ、強制的に、ね、私が買っ、いや、ちゃんと買っておりますよ。分取ってるわけじゃないですから、ね、黄色好きなんですよね、まあ、一応バナナおじさんの友達なので、一応バナナおじさんに、ま、そう敬意をね表してね、あの黄色を着ておりますけれどもね。なるほど、あのこれはもう皆さんの声が多ければ黄色の T シャツあのきっと出ますからね、だいたいほら黒とかさ青とかさ、そうなんですよね、なんかこうなんか落ち着いてあの、うんうん、一般的に着れる色じゃない、そうなんですよ、うん、目立つ色はちょっとあれですよね、そうそうそう、なんかね、そうなかなかね、みんなそう引くから、あの皆さん黄色欲しい方はあのどんどん古道の方にあのメッセージをね書いていただければ、あの制作の方がね、あ、黄色結構売れるかもって、そうですね、勘違いするかもしれないので、はい、お願いしますね、はい、またこれで時間長くなってるね、ごめんなさい、ね、やばい、はい、はい、あ、じゃあこれもさっきのお返し、うん、水木さんの俗には痺れてます、ありがとうございます、嬉しいコメントを、ね、いいよね、やっぱり、はい、やっぱり水木の俗はいいよ、そうですか、うん、いや、いいよ本当、ただね、あの、いやいやいや、リハの時にちょくちょく内容変えるのはちょっとあれなのね、大変なのね、大変ですね、もう今回の俗こんな感じでいきますって言ってね、はい、稽古してね、はい、本番直前に変えますからね、こいつやっぱすいませんみたいな、ね、いやいや、もう裏話ですけどもね、いや、でもそれがまたね、あの生っぽくていいんだよね、面白いんだよね、はい、ありがとうございます、じゃあちょっともう時間があるので最後行きましょうか、最後行きましょうか、はい、EC お二人ともかっこよかったです、ありがとうございます、どう練習したらあんなに綺麗なフォームで叩けるんですか、はあ、別にフォームの練習するわけじゃないですけど、そうです、ね、なんか太鼓の真ん中をちゃんと、ね、うん、あと太鼓のあれですよね、単純にその胴鳴りじゃないですけど、うん、太鼓の音がちゃんとお客さんに届くような、そう、そうね、だからいい音を出していいノリで叩く、うん、いいリズムを出すっていう風にやってると自然にその肩の力がまず抜けるよね、なんかね、人に見せるから頑張っちゃおうなんて思うと肩に力入るから絶対フォームはあの乱れますね、はい、そうですよね、まずは肩力というよりかはなんか自然にこういう音を出したいとか、うん、太鼓のこういう風になりたいっていうので、うだ、ね、うん、だなんとなく古道の人って形似てきますよね、そうだね、うだって族とかやったりそういうのとか演奏してよく聞かれるけど、バチの上げ方とか別に決めないもんね、そんな、そうですね、うん、みんなそれぞれ手も足も長さが違ったりするし、そう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 、男性女性でも違うから、違うしね、まあ、でもなんか楽しくやっぱりみんな同じグルーブで曲を演奏していくと、はい、フォームはおのずと綺麗になると思います、はい、偉そうなことばっかり言ってますまあそんな感じですかね、そうですね、はい、まあ、そんなこんなで遅くなってしまいますけどもね、今回も皆さんからのメッセージを読ませていただきました、改めて日頃古道の活動を応援してくださり誠にありがとうございます、また最近はねスパチャもいただきまして、スパチャ分かりますか、分かんない人もいると思いますスーパーチャットですね、電子おひねりありがとうございます、本当にありがとうございます、喜んでおります、はい、はい、引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージやリクエストを募集しております、しております、概要欄のメッセージフォームからお待ちしております、また YouTube だけではなく Spotify や Apple Podcast 等からも、 Apple Podcast わかりますね、いちさん全然わかんない、はい、そんなところからも聞けるようになっておりますので、皆様のお耳とともにハートビートラジオがあると幸いでございます、はい、最近はポッドキャストにてちょこっとハートビートラジオも始めておりますので、そちらもどうぞお楽しみください、はい、まあそんなこんなで ね、 そうですね、あれ水木とは初めてだっけ、ラジオ初めてです、あ、そうかそうかそうか、なんかあんまりそんな感じがしなかったけど、本当ですか、うん、H さんとは多分太鼓でなんかこう絡んだりとかよくあるんですけど、多分喋りはあんまりないかもしれない、なんかでも違和感なくずっと喋るよねありがとうございますあ、ごめん、違和感だらけだった、いやいやいや
楽しかったです、うん、っていうか台本無視するからね、ごめんなさいね。まあでもそんな感じですごい僕も今日楽しかったです、はいはい、またなんか機会あったら、ね、はい、一緒にやりましょう、はい、お願いしたいと思います、はい、ということで皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回の配信もお楽しみに。